岡山大学病院入院棟、岡山大学病院外来棟及び私学部棟、岡山大学病院は、岡山県岡山市北区にある、国立大学法人岡山大学の、付属大学病院である。病床数は855床。2014年の患者数は、医科外来462,336名、科外来162,438名、 歯科入入院院万名、名である。岡山市の中心部にあり、大学付属の特定機能病院として、倉敷市の川崎医科大学附属病院とともに、岡山県の地域医療の中心的役割を果たしている。また、かつては、分院である岡山大学病院ミササ医センターを、鳥取県東伯郡三サ町に有しており、 複合温泉療法などを取り入れた地域医療にも注力していた。医科系では幅広い診療を有しており、また臓器移植法における指定を受けているため、幾度かの脳死移植が実施されている。歯科系では専門外来を有しており、医科との連携による医療を行っている。病院は岡山大学医学部と歯学部の臨床学習の現場でもあり、研修医はとより、 学会より認定された指導医、専門医が数多く在籍している。ISO9001、ISO15189 を取得している。1870年6月に岡山藩医学館大病院を開設して、以来増設、等配合を繰り返し、2003年10月1日に医学部付属病院と私学部付属病院が統合され、岡山大学医学部、 私学部付属病院となった。2007年1月1日に医療法上の名称が岡山大学病院と改められた。ありがとうございます。